はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、ダンジョン高校攻略2週目ですね、セイラちゃんを入れてやっていきたいと思います。で、セイラちゃんをね入れることによって、まず探索ですね、1階がある程度開放されて、いきなり2階から探索できるようになってます。で、今回はレシピのね7を取りに行くんですけれども、レシピの7というのはどこにあるのかというと、このね鍵を開けるところにあるんですね。で、鍵を開けるところであればどこでもあります。で、今はね2つしか持ってないんで、美術準備室を開けてレシピ7を、ゲットしていきたいと思います。で、あとセイラちゃんですね。セイラちゃんは、役割としてはスナイパーになります。で、スキルとしては霊力をね持ってるんで、まあちょっとレベルは低いんですけど、これ霊力ってさ、レベル高いとどうなんの？射抜きって霊力のレベル高いじゃないですか。ダメージが上がるのかな。まあいいや、とりあえず、霊力を持ってるので、装備はね、アクセサリーはつけないでいこうと思います。じゃあ探索を始めていきましょう。もう2階から行きます。で、次はこの2階東廊下ですね。で、渡り廊下を出す感じになります。ただね、いきなりさ渡り廊下突っ込んでってレベルが足りるのかっていうところですよね。びっくりマスが2つ出てるのはかなりありがたい。で、もう1回踏まないといけないので、よし、 OK、 渡り廊下。いや、渡り廊下レベル43か。結局1階の方もじゃあ探索しに行きますか。東廊下ですね。レベル上げと素材集めを兼ねてやっていきましょう。これはあれかね、どうしようかね、急降車行くのか、それとも普通に団結レベルを練習で上げた方がいいのか、ちょっと悩むけど、年内中は練習で団結レベルを上げていきますか。探索する場所自体はねそんなに多くないんで。ただね、あのセクションが始まる前に美術準備室を見つけておかないと鍵がね使えないんですよ。鍵を使えるタイミングはなんか分岐点のところだけなんで、そこだけはちょっと気をつけていかないとね。さて、それじゃあ渡り廊下ちょっとチャレンジしましょうかね。で、渡り廊下は霊によって、霊が出てくるんで別にシャレじゃないですけど、とりあえず運動靴を変えましょう。目利きがいいかな。目利きのレベルを上げよう。で、セイラちゃんは耐霊があるんで大丈夫でしょ。ナヌークだね。ナヌークはどうしようかな。探索技術とか何気に便利だからね。これにしよう。
で、レンジャー用。OK。で、回復アイテムは揃えていきましょう。あんまり探索してないから小さな花とか全然ないな。で、2階の渡り廊下と。レベル的にね、やっぱりセイラちゃんヒットポイントがめちゃ低いんだよね。なるべくここは戦いたくない。普通に突破したい。全然敵マスのとこに止めちゃったな。で、ジャイロボ、必中だな。一番右を確実に倒そう。で、一気を整えよう。その前に勝負が決まったね。ここら辺で止めればいいかな。ちょっと早い。3匹出てくるとね、結構厳しいんだよね。あれ、今当たった？倒せなかった、単純に。いや、リロードじゃなくて息を整えとけばよかった。スナイパーはね、やっぱり日本撃ちをおすすめしますね。ここからなんだよね、勝負は。煙幕とか特にないからな。確実に集中で当てていこう。リロードかー。ちょっと待って、もう息がないよ。息が死にそうな人はいないよね。うわ、めっちゃミスる。これほんとミスるよね。もうちょい命中率を上げてほしい。80%、50% 以上、80% 未満がめちゃくちゃ早いんですよね。で、どうしようかな。セイラちゃん回復させとこう。息を整える。OK。一気にめちゃ減ったな。あ、ナヌークやばい。自分で回復。まあ、ここもそれなりにあるから。危ねえ危ねえ。で、ベッド A と。で、ベッド A で、おっ、セイラちゃんの告白。そんなにいっぱい幽霊っているの？これ選択肢あるんだよね。俺は好きだよ。でもそういうところも好きだ。それとこれとは話が別とかさ、ひどくないか断り方。断ったことないけどさ。一応ね、練習メンタルのところにね、いいのがないか、また団結ね、200以上上がるのがないかはちょっと毎回確認していきましょう。毎回確認しないけどさ、割とスルーする時がある。で、ベッドへ。45レベルか。やっぱりセイラちゃんだな。どうする？次まであと何ターン？ 3 ターン。次のところではちょっと開いておきたいんだよね。どうしようか。次の次って開けるんだっけ？ 1、2、3 回チャンスがあると思うから、まだ大丈夫だ。最後で開くか。落ち着いていこう、落ち着いて。あとこの高校はね、スカウトさん評価が練習した時にめっちゃ上がるんで。まあね、男女にこもってばっかりだからね、練習という練習をしないから、この高校普通にやると。120。ちなみにね、セイラちゃんはいるだけでね、90もらえるんで、団結レベルをね、上げるのにかなり役立つんですよね。で、ここも普通に探索でいきましょう。っていうか、それしかできないんだけどね。12ターンだから、最後、5月のところだっけ、
バレンタインで回復するんだっけセイラちゃんって。まあよくわかんねえや。人によってはねバレンタインイベント回復しないからね。あ、これは百物語、普通のイベントですね。じゃあセイラ頼むよ。さあさあさあバレンタイン回復してくれ。一応チョコレート食うんだから回復してよ。なんかちょっと雲行きが怪しくなってきた。おお、でもやる気が下がるんだ。まあこれは探索をしていきますか。ルート分岐まであと11ターンだからね。それまでに美術室まで行かないといけないんですよ。ということはよ、少し進める。45レベル、ちょうど45レベルか。ベッドウェイ、結局ビックリマスをね踏まないといけないからしくじる恐れがあるからね、やれるときにはやっておきたい。ここら辺かな。うおー、ちょっと流れたね。あとはこいつらか。日中で確実に1匹を仕留める。よし、3体始末できたのはでかいね。流れるね。もうちょっとだけ早くか。それを意識するとね手前になっちゃうんだよね。なるべくセイラちゃんはね2回攻撃させたくないね、1回の戦闘で。ほらね。やたら早かったな。いけ、こいつら出てくんのかよ。誰も攻撃できねえじゃん。せめて混乱は解きたいな。うわ、セイラ死ぬなこれ。何もできない。いや、こいつらは何もできないよ。ターンが回ってこないもん。いや、ようやく回ってきた。逃げるしかないよね。死ぬなこれ。信頼が失われたって。ずーっと混乱してたからね。じゃあちょっと装備を変えていきましょう。ナースキャップからふわふわフード、ガードで、ご機嫌メット外すのか。目利きがな減るんだよね。バウンサーとで、セイラちゃんはナースキャップかで、ナヌーク、ヘッドライト、暗視が下がるのか。探索技術か、探索技術を下げるか。どれだっけ、こっちか。あれ、ふわふわ、あ、ヘッドライトか。そうか、頭2つ飛びできないからね。じゃあこれ外すしかないや。これでちょっともう1回探索をしてみますか。ベッドウェイ、早い。早くなっとる。まあ、番犬はね楽勝だけどね。めっちゃミスったな。ちゃんヒットポイントマジ低いよな。主人公の4分の1くらいしかないからな。ジャイロ棒で一番右を確実に仕留めよう。うおー、やられる、やばいやばいやばい。回復。こいつらのねもう状態異常がマジ嫌だ。しかもさ、霊装備もさつけていけないといけないからさ、だいぶ装備がね制限されるんだよね。99、あと1回。
だっけ、びっくります、踏んでなくね普通にクリアしただけじゃん、もしや。なんてことだ。一回メンタルを踏もう。あ、そうだね、美術室出してないわ。もう一回ここをやんなきゃいけないのか、きついな、早いな。だいぶ通り過ぎたね。もうちょい早くか。めっちゃ早く止まったな、これ。また何にもならなそうだな。終わった何にもない。暗視必要だな、やっぱり。これはまた体力削られるからね。やばいな、いい加減別棟 A をクリアしないと。だいぶハマってるね。よーし、ようやく踏めた美術室。あとはもう探索でここをサクッとクリアしちゃおう今さら2回踏んでもさ、しょうがないんだけど。まあ、安全に行こう、安全に。お、鍵をゲット、よしよしよし。科学準備室とかだった。特にこれだというのがないね。体力若干減ってるけど、いけるかな。美術室レベル50、行こう。美術室ってなんかロッカーとか出てくるやつだっけ。ここもびっくりマークを踏まないといけないけど、2つ重なってるから、よし、 OK。探索技術やっぱりいいね、発動してくれれば。一回戦ってみようか。うわ、こういう系だよ。そう、めんどくさいんだよね、貫通。ジャイロ棒も一番右にして確実に右行ったよ、設定する。で、どういう状況だった。全体確認しよう。まあ、まだまだ大丈夫か。電気を整えよう。セイラちゃんあんまり攻撃させたくないんだよね。よし、 OK。 そうだね、できれば戦闘は回避していくか。よし、回復。自在に操れれば超楽なんだけどね。うおー、ちょっとずれた。さてさてさて、ロッカーくん来たよ。こいつも厄介なんだよね、本当に。ここら辺でね、ジャイロをね2本持ちしてると楽なんだよね。まあいいか。こいつね、その食いちぎりみたいなのでね、致命の一撃をね食らうんですよ。簡単に言うと毒針みたいな感じなんだけど、それをやられるとね、ヒットポイントが一気に1になるから、致命の一撃を食らった後に普通の攻撃を食らうと死ぬんで。そう、こいつね、輝く金属とね、幻の合金っていうね、凄まじく必要なアイテムをね持ってるんですよ。だから美術室はねしょっちゅう行くことになるんですよね。ま、今はちょっとそこまでの余裕はないけど、幻の合金で何か作れるかな。レシピをゲットしたら少し余裕があるかな。1個くらい何か作りたいよね。ただ、まあ、まずは探索を
完了するというのが大前提。そのためには戦闘は回避。そして最後は戦う。うん、人食いロッカー。だからこの輝く金属もかなりねレアアイテムなんで、サイガのね目利きがね必要になるんですよね。OK、 いいねいいね。今さこんなにいっぱい手に入れてもしょうがないんだけどさ。これで美術準備室が出たので、最後のセクションで美術準備室に乗り込みましょう。それまではまあレベル上げかな。美術室でアイテムをね回収するっていうのもありだけど、それはそれで結構危険だからな。メンタルに誰もいないのは、てか全体的に人がいなかったな。みんなサボりすぎだろ。こういう風にね体力を削ってくるのもね何気に痛いんだよね。カオルちゃんはねただなんとなく入れただけ。まあ最後だからちょっとこれは体力削りたくないんでメンタルにしときましょう。では美術準備室の鍵を使いましょう。普通の探索と変わりありません。美術準備室が開いているのは6月4週までです。 OK、 さて乗り込むよ。煙幕とか欲しいけどね。これ1個っていうか2つくらい持っておくか。回復薬が6つか。よし乗り込みましょう。美術準備室レベル58。これどうする、サイガじゃなくて金原入れた方がいいかな。アタッカーの金原にしようか。ちょっとここはアタッカーの金原にします。レベルも高いしね。これ別にね入れてなくてもみんな平等にレベル上がってくんで。じゃあアタッカー金原くん、まずはアースシェイカーで、そこから解析モノクルはもちろん外す。この不思議な機械っているかな。なんかわかんねえや。霊力つけとこう、なんとなく怖いから。でご機嫌メットがいらないんだよね。その代わりにこっちのフラッシュグローブよろしくお願いしよう。美術準備室乗り込みましょう。はいやびっくりマークは普通か、わからん。適当にやるしかない。早すぎる。あれこれそういえばさ、混乱体制とか金原装備してなくね。まあいいや。うわセイラちゃん一気にやられた。ひどっ。いや強すぎだろ。わけも分からずやられたな。5月中またレベル上げする。ちょっと待って。ふわふわフードとかってさかぶってった方がいいのかな。運動靴、ふわふわフードなくね。あれふわふわフードってさ4つなかったっけ。サイガが装備してるか。ちょ外そう。運動靴を外してふわふわフードにして、でもあいつは混乱させてこなければさ呪いの耐性とかにしておきたいんだけどね。まあ回復だな。いやマジ強すぎるよ。美術準備室鍵が無駄になるかもしれん。誰勝った？ナヌークか。
だったらさ、あれだよね、煙幕持ってきた方が良かったね。煙幕用の素材がないんですよね。素材がちょっとここの敵舐めてたな。もう全然わかんないけど、それとなく目押しをしよう全然ダメだ10% しか増えないからね。画材か、真ん中を仕留めるか。まずは金かな。めっちゃミスった。バリバリスティックはいいや。これはリロードしよう。ヤスメラちゃんのヘリがやっべえな。これ射抜きとかにした方がいいか。ジャイロ棒貫通こっち、ダイスなんちゃらは真ん中、よしこでいこう。いやミスりすぎだろ。やばい、クセラちゃんマジやばい。どんだけさ回復薬使えばいいの。1回の戦闘でガラスの瓶持ってんだ。いや無理だってこれ。きたー。少し戦闘速度を落として、あれだな、どういう攻撃をするかちょっと見よう。睨みの声、恐怖、恐怖。すっげえ減ってんだけども。じゃあこれは全回復薬で金原と、全回復薬でナヌークをなんとかしないと。防御しかできないってなんだよ。120とか食らったかんね。いや無理だな、これクリアできなさそうだな。強すぎる。みんな防御しかできないし。うお、致命の一撃とか、こいつ何なの。死んだ爆発したけどさいやこっからあれを作るか。6月2週でしょ。生徒会室で行けんの。行けねえや、無理だ、マジで無理だ。全回復薬を2つ持ってくか。回復薬を3つ持ってこう。で装備品としてはもうこれでいくしかないんだよね。こんなにはでもあいつしてこないかな。ただ作れるもんなんてないからね。警戒とかでしょボンメット幻の合金があるから作れんだけどじゃなくて恐怖耐性、呪い耐性、いやもう全部だよ、もう全部耐性つけないと無理だよ。目利き、霊媒体質、探索技術、探索技術、あ、じゃあ暗視を上げまくらないといけないんだ。暗視上げまくってさ、あれ遅くすれば回避できっかな。暗視ってないでもらえるんだ。無理だ、暗視だけ作るのってないわ。あの頭しか、どれだっけ、ヘッドライト1個しか装備できないからね。いいか、ちょっとダメ元カッコでもう一回いこう。なんとかして戦闘回避できないかな全然ど真ん中だし。浮遊する画材、貫通のアイススプレッド、いくつくらい、これ30くらい食らうのか1回につき。リロードしよう。
シェイカーもね当たらないんだよね。ジャイロ棒は外れないことが条件だな。はい、来た。クリオとかマジ無理だわこれ。逃げるわ。いける？死んだ発動。3人も死んだんだけど逃げるだけで。いやもう無理だよ。逃げるってさ、しかも最後になるからね。いったいやこれは無理だ。ラストチャレンジ、ここでクリアできたらマジ奇跡いきなり敵が出たし、はい終わった。3体だしね、3体出ると本当無理だから、必中でいこう。何もできないわ。またいやなんとか倒したけどさ、まあ、壊滅的なんだけど。不意打ち、しかもやられた。はい、じゃあ5月の1週ですね。またここまで来ました。で鍵は今物理実験室と化学実験室があるんで、まあどっちでもいいんですけど、とりあえず上にしときますか。でね、今回はねもうマジでてかここで寝不足になるか、マジでね持ってきました。アイテム、煙幕がね7個ありますね。煙幕が7個、もうこれでね逃げまくる。とにかく逃げまくってレシピの7を手に入れるということで、じゃあ物理実験室、あれどっちだっけ開けたの、あれ両方いける、そんなことないよね。物理実験室の方だよね。はいや、よしルーペ OK。 とりあえず煙幕は温存しておく。で犬気にしました。やっぱりゲッ、強そう、超強そう。でもこれってさ逃げられんじゃないか普通に。貯める貯める、よしよしよし、おいいねいいね、こっちの方が楽だぞ。こいつが出る限りはこれは無理、絶対無理。もう煙幕使って逃げよう、さよなら。セイラちゃんはねヒットポイントがねもう低すぎる。はい悪霊無理いやー困った時の煙幕よやっぱり。まあ、ここら辺のね敵も難なく倒せるようにならないとちょっと先へ進んでいくのは難しいんですけど、まあ、レシピ9とかまで手に入れないとちょっと厳しいよね。今はレシピを手に入れて装備を揃える、これが第一条件なんで、もう一回最悪逃げようこいつはあれだな、余裕だな、超硬そうなんだけど。今となっては珍しい昔のコンピューターなどもあった。開発に新しいアイテムが追加された、よーし。そうで鍵を使うところはねクリアすると金徳が手に入るんですよ。まあ今は全然いらないんだけどね。これで開発レシピ7を手に入れたんで、武器はフレンドセーバー、あ強い普通に106か。あでもバリバリスティックもそれなりに攻撃力あるじゃん。
精霊銀、上質な霊の、なんか普通にやってれば手に入りそうだな。これはストライクニードル、ジャギバインド、貫通、ストライクニードル貫通か、これ作っときたいね。壊れた画材、美術室に行けば手に入るね。負傷、これなんか両方とも作れそうだな。壊れた楽器かってことは音楽室だね。音楽室はちょっとめんどくさかった気がする。コンビネーション、連撃足す2、連撃ってなんだっけ。ちょっとわからないから、とりあえず置いておこう。またぎの銃警戒。いやでもね、ジャイロ棒をねもう一本作った方がいいんだよね。大釜の塚か、こっちはもうちょっといいかな。ジャイロ棒もう一本作ろうということで、渡り廊下を残りの3ターンくらいかな。まだ5月か。でも一回回復しよう。じゃあちょっとジャイロ棒作りをやりたいと思います。そう虫歯なんだよね。虫歯ね、最初から虫歯でね、もうずっと放置してるそんなんないでしょっていうくらい。じゃあ最後にジャイロ棒を作りましょう。2本目ですね。234の85。いや弱TP ボーナスがついてるのはいいけどね、これ攻撃力とかね大きく下げられるときついんだよね。大釜の塚とかな、無理だかんな。だったら必中のあるあれを装備してた方がいいかもね。というようなことで無事ね1回死にましたけれども、レシピ7を手に入れることができましたので、次はレシピ8と9ですね。この2つはまとめて、取りに行きたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。